きたいなと思っていることを書いていただければと思います。今年4年ぐらいするので、そこ20年ぐらいちょっと外で。もう最近はそれやりすぎて、ちょっと大きくなっちゃった。お父さんとおじいさんが子育てをするっていう前提で、なんか、そういう、まあ、地域の方と、そういう講座とか、いろんな活動を通して、まあ、お付き合いをしていく、まあ、魅力に取りつかれて、まあ、準備されるというような。前回の金本さんの講義ですとか、その前の、講義とか話し合いで、そういうふうに自分で、なんていうの、自分で気持ちを抑える。本当にバラの実っていう気持ちを抑えておいて、あ、勝ったらいいわねって言って。子供と同じかしら。そうなんですよ。私も、じゃあ10分休憩とし、3人寄れば4人寄ればもうね、いっぱい集まればそれで、うん、無理せずね、うん、心からどうしようもないんだってなんかすごい思えるようになったら気が楽になったのか、そうしたらその厄介な息子がちょっと目の色が変わってきたっていうか、だから自分は専業主婦になろうと思って、そしたら逆に子供にそれを押し付けすぎてたなと思って、でお話を聞いていただいたんで、おっしゃるような仲間がね来て楽しく何か活動できれば、具体的にこんなことしたいっていうの、うん、さっきあの絵本の話とか、あとイベントの郵便人形さんの話に、あのコンテナ人形を使ったり使ってなんかできるんじゃないかっていう話。種類は、うん、ぜひ一度いらっしゃってください。本当に豊富で、すごい数ですよね。はい、あのそんじょそこらの幼稚園よりは全然いいものがたくさんありますので。でキララの向かいの、勝どき児童館、ええ、あそこもすごい。あっちはまだ行ったことない。そこもすごいですね。結構区内でもいろいろ知らない場所ってあると思いますし、そのあたり、なんか多分今ちっちゃい子育ててる方も、そういったどこに行けばこんなのがあるっていう情報は結構欲しいんだと思うんですよ。それをまずこのメンバーちょっと知ってると結構、あ、こういうのありますよとかっていう、その人に応じた案内ができるかなとか、宿題にしません？中央区内でそのなんかおすすめの子育てスポットみたいな、皆さんを集めてくる。